東海の会のご協力をいただき、毎年8月に開催しているファッションショーを行います。文化服装学院は1955年よりクリエーションの一環として奈良、京都での古美術研修を60年間行い、日本の原点の美しさに触れることで感性を磨いてきました。古と変わらぬ姿で残り続けているように受け継がれてきた奈良の芸術にインスピレーションを得て、アパレルデザイン科と帽子・ジュエリーデザイン科、バッグデザイン科で奈良の素材を使用させていただき、デザイン制作いたしました。今回初の試みとして、奈良のイメージでアパレルデザイン科の学生がタイツの柄をデザインし、選ばれた2種類の柄のデザインタイツを制作していただきました。靴下産業は奈良の古くからの産業であり、その技術を生かして学生のデザインを美しく再現しています。ショーの中でモデルたちが履いて登場します。また本日大ホールホワイエにて販売をしていますので、ぜひご購入ください。今年度のショーのテーマは「あやなす」。いにしえより続く奈良の文化と本学院の文化、そして私たち学生の現代の感性を色とりどりに織り上げ繰り広げられるショーをどうぞごゆっくりご覧ください。
people that I fought for, that I fight for, that I ride for, that I live for, that I die for, you know.